もう諦めるしかないかーっつって、もう別次元だよね。もうこのキャラ以外無理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 、もうこのキャラおかしい。すごい安定してサンタでするもんな、このキャラだと。おかしいもんね安定サンタでって意味わかんないからね。よーし、毎度思いますが、屋根の上に上がって右下にネガとかクリーニング丁寧に参考になります。そう、あれねしないとね、危ないんですよ。あれいきなり降りたら、あの階段から上がってくるやつとか、そういうやつからぶっ殺されるから、そうちゃんとね見ないといけないんだよ、ね、実は。ああいうちょっとだけね、ちょっとだけワンクッション挟むだけで死ななくなる。俺だったらこっから撃ってくんなってところね、もう全部片っ端からクレーニングしてくんだよな。ちゃんとね撃とうとするようになった。待ってますよーん。難しいよね、でもクリアリングって。そこがね、実はね、だからエイム力とかにもね、入ってくんだよね。エイム上がると、ここから、俺だったらぶっ殺しに行くわとかね、そういう、だから、でそこから立ち回り繋がってくるな、あとは。エイム力からの立ち回りからの、みたいな。チャルモの夢サブスク、うん、スイン様、ディアワンサブスク、ありがとうございます。感謝です、ありがとうございます。7ヶ月目ってことでね、半年と1ヶ月です。ありがとうございます、嬉しいです。こんばんは。ナイサブです。どこまでが限界なのか楽しみだぜ。よく聞け、舞台の誰もリングに入ってねえ。ファーストキル、さてどんどん行こうか。今回のリングはご近所、追加のアイテムを発見、持ってけ。標準ストックを発見、レベル2。チビリカもらっとこう。残り45秒。ハダスターが利用可能になりました。こんなもんか。次のターゲットは分かってるな。ありがとう。いいってことよ。しっかりだよ。残り30秒でリングは近い。ちょっとクラフトするよ。まあでもね、あのダイヤ2ぐらいからね、ダイヤ1とダイヤ2ぐらいからね、あのクリアリングをせずに突撃してくるっていうなんかモンスターがいるんですよね。それが怖いね。え、興味はある。いや見ようかなとは思ったんだけど、迷い中。一応ね権限は持ってんだよね。エピやりたい気持ちもあるから、大変助けて助けて、俺があと本当に2人欲しい。動画作らせといて、で一人がエペやって、一人が見といてほしいわ。毎回。でも始まったよね。いや興味はあるんだよな。面白そうなんだよな。でも迷っちゃってんだよな。あれミラーじゃなかったら、後入りとかだったら見ていいのかな、あれって。なんかわかんねえな。今のアビリティ高めきだったなとか、もうただのコメレターなんだよな。バケモン、お前世界大会出ろよじゃあって怒られちゃうよ。典型的なね、コメレターになっちゃうかもしれない。青いね。あのリブート対策らしいよ、リブート。クリプトが多すぎるから積んでるらしいね。でもかわいそうに。
でもなんか俺が見えてる敵がいまいち違う。あれ終わったと思って見てなかった。おなんか起こす気ままだったら死んだと思った敵間違えた。ニスコさ、もうちょい感度落とせそうじゃない？これそんな気がする。見て、モザーしかいないよ。こういうことだよ。ショットガンも全部拾えるんだ。最強です。俺まだいける気がするわ。いや、感度がどんどん下がっていく。まあ、どんどんつってもね、小数点第6位だから全然下がってねえんだけど。まだいけると思う。でも限界を知りたい。俺がどこまで下げていいのか。え、なんでこんなに俺持てるんだ。あ、肉か。肉ねえからこんな持てるのか。なるほど、理解したわ。持っとこう。やばすぎだろ。どんだけ見てんの。やばすぎる。レベチクリプトじゃん。ギリギリさ、アーカイブかな、やっぱり見るなら。いや、迷うな。シールドバッテリーを発見。いいね。もう次のリングのマーカーレベル4だ。よし、これは使えるな。ギリギリアーカイブか。レプリケーターだ。落ちてきてる。気をつけろ。助かる。こっちで敵の音が聞こえた。こっちは当然合流するぜ。どう思う？あのさ、6時間7時間やった後でさ、3、4時間さ、赤目見てさ、あれこれ最強じゃね？神なんじゃないか。で、みんなには初見を装ってもらう。いや、どのチーム勝つんすかねみたいな。一応で、うん、どこにチーム勝つんですかね。つドリルで殺してやるよ。リロード中。撃たれてる。リロード中だ。シールド。クーリガン共に撃たれてるよ。リロード中だ。シールドをリチャージ中。まだ下げられそうだな。これが弾抜けだよ。やなんね。取られた、最悪。
ドリルで治療してやる。回復する。警戒してろ。他のパーティーなりよう突っ込んでくんな。恐ろしい野郎だ。おっと、別部隊が現れたぞ。こっち側だな。こっち側を落としちゃってだ。やるとしたら。エッジのデッドゾーンは多分切れたと思う。ナイス。いいね。最強かやはり。ナイス。多分切れたと思うよ。なんかね、やりやすくなった気がする。多分なんか元々ね 0% だったんだけど、なんか初期化してちゃんと 0% にしたらなんか 0% になった気がする。あんまポイントないね、こんな探してんのに。スキッパーちょっと微妙なんだよな、マジで。なんだろう、ワンブースしないといけないのは分かってんだけど、ちょっとレベチすぎたね。疲れたわ。こんばんは。他にいるな。ここにいると思うんだけどな。いないのかな。ナイス。なんかいそうだけどね。そんなすぐ引けるようなあれではないと思うんだが、マギーだし。マギーでどうやって引くんだい、マジで。マギーは引けないだろう。さすがに。マギーでどうやって逃げるんだい。逃げ方がわからんぞ、俺。ん？2枚しか落としてねえぞ。逃げられたのか。カービー武器。神の最強武器。シールドバッテリーを発見。ありがとうさん。お前を生かしておいたのはやっぱり正解だったな。迷うな。シールスとかでもいいかもしれないな。そうなると、チームデスマッチとかコントロールモードもいいかもしれない。打ち合いはマジでそっちかな。ランクよりはマジ打ち合えるから。やるならそれかな。こんにちは。
射するどうこだ見えてるぞ何かいろいろメンタル主に入れられてると思うんですけどそういう時選手はどういう折り合いつけてますかそうだなまあしゃあねえかって言ってる、まあ、今みたいな感じだねまあしゃあねえか諦めかーっつってお諦めるしかないかーっつってさあねえかーってナイスかおお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 いや拾えなかったけったー惜しいいやー拾えなかったやっぱ言葉にしないの大事だねでもこう考えると本当に言葉にすると終わる俺ね学んだ最近言葉にしなければどうとでもなるこの世はうーんあーってこれマジ最強だからおすすめうーんマジおすすめ死あるのみよーい。いやーおめでとうございます。神。待て落ち着け。何も言っとらんって言えるから。無敵。いやならんからね基本的にそう来る人はならんからな初見ありがとうございますいやいいこと言いましたわつまりはあの言葉にしなければ伝わんないんでちゃんと本当にその通りいやいい言葉だわ片手坊さん慣れだなこれ本当に慣れたら最強だけどね誰かいたぞクッキーユ最強神だやはりこの方法が一番強いってことですね。いやいや。いや、モザンはね、強いんすよ。一応あればね、どうともなるんで。神の武器です。別の部隊戦ってる。おーっと。どうなってるんだい？じゃあ今行くぞドリルモザンなんだよなもう、ね、ドリルモザンが一番存在しやすいマジであのね、ニューキャで
耐えても死ぬんだよね。いや難しいっしょ。そう、俺ね、気づいちゃった。難しいことやってるって俺。そう、難しすぎることやってることに気づいちゃったんだよね。そう、だから、必須。で、しかもこれあれだから、10秒か8秒、あれだからね、打った瞬間だから、あの、帰ってくるの実質14秒とかで。おかしいよ、こいつマジで。で、金ヘル被ると、それがもっと短くなるから、実質8秒とかで帰ってくる。おかしいんだよね。ニューキャスルかけない空いてる？いやー、ニューキャスルが悪いよ。いや、ニューキャが悪い。いや、ドリルはでかい方がいい、絶対。確定確定。だってあれ、あのね、ニューキャほど味方に依存するキャラいないから、マジで。いや、本当にこれはガチガチ。ニューキャは味方依存です。マジで。いや俺気づいちゃった、マギーを使って。あいつはかなり味方依存だ。俺がハイパーフィジカルでどうにかしてただけで、あの普通どうにかできるキャラクターじゃねえ、あれ。ネメシスないと無理だなこれ。あった、じゃあ殺すかな。ネメシスあるんだったら殺そうかな。うん。フルパキャラでしょ。フルパもフルパ、火力あるフルパ組まないと終わるから。あの想像すると分かるんだけどさ、想像すると分かるんだけどさ、もう別次元だよね。すぎる。なんだこいつ、ぶっ壊れキャラすぎる。レベルがちげー。もうダメだ、もうこのキャラ以外無理。無理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 。もうこのキャラおかしい、おかしいもん。本当に被弾なく相手殺せるもん。無理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 。見た最初のホライゾン、もうウルト投げたら死んだぞ。無理でーす、もうこのキャラ以外無理でーす。そうだね、すぐにあの終えるようにあれしてるからね。どん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 証明されてるで。やべえ、強すぎる。こいつ使うと世界変わるわ。しかも、あれよ。今さ、ホライゾン拡張するときにドリル打ったじゃん。あれでライフラインこっち来れなくなったんですよ。だから、ああいう、だから足止めもできんのもやばいよな。なんかその、なんだろう、やれることが全部できるんよ。やりたいことが、そう、やりたいことが全部できんのよね。もう、やばい。そう、マジでやばい。すごい安定してサンタでするもんな、このキャラだと。おかしいもんね。安定サンタでって意味わかんないからね。すげえキャラクターだぜ。もう45しか出ないわ。他キャラ使うと普通にあれだもん。あの、なんだろう。あのね、ゴールドぐらいでも結構沼るぐらいには難しくなる、急にランクが。だけど、マギー使うと、あの、プレマス隊も余裕になる。マジで。急に難易度上がるんだよね、他キャラ使うと。マギーだと、プレマス隊も、なんか正直、感覚的になんかプラチナぐらいかな、みたいなイメージになるの、ファイトが。なんだけど、マギー使った瞬間、急に、なんか、ランクが下がる。やってる感覚。だから、プラチナだったら、なんかもう本当に、もうマギーが強すぎて、もうゴールドとかシルバーぐらいに感じるみたいな。それぐらい強い。
それ本当にマギーやばいからね。え、絶対使った方がいい。え、モザンアキンボマギーやってみ、世界変わるから本当に。で、見た、味方が死んでんのに俺モザンアキンボマギーの時さ突っ込むやん、果てちゃうからなんだよね。そう、デフォルトサンタでなるからおまけら使うと。え、あのね、マジでモザンは練習した方がいい。でもあの 30m ぐらいまで全然殺せるからガチで強えよ、ガチでね。おすすめ。もうネメシス出てこねえもん、ほぼ。俺たぶんファイトしてるとき中距離なんか味方カバーするときぐらいかな、ネメシスの基本。俺対面するとき俺モザン以外打たないからな。飛ぶぞマジで。いやね、 1v1 ね、簡単。ボール投げたら 1v1 になる、勝手に。あの、あれ、敵がさ、バーンって火を飛ぶじゃん、例えばね。で、一人だけだからいい感じにこっち飛んできたりすんのよ、ボール投げると。あ、勝手に 1v1 になるから。あ、それも慣れなんで。俺もね、最初はね、11発リロードとかしてた。俺リロ、あのショットショットショットで、せっかくリロード入ってんのに11発で間違えてボタンを押すみたいな。そう、強すぎだよね。そう、勝てますよね、それも。スピードパッドぶっ壊れだからね。そう、あのね、だから20秒ぐらいあれば全員殺せちゃう。それのおかげで何が起こるかっていうと、魚振られないんだよな。だから全部持ってんの、こいつって。そう、全て持ってる。あの、必要なことだから、例えば昔のホライゾンと同じ。昔ってさ、ホライゾン積むと、あの、戦闘速度が上がったん。だから、ウルト投げて、グレネード投げて終わりだったん。前のホライゾンはね。そう、だから、すごい戦闘時間短いって言われたり使ってたんだけど、扱われてたんだけど、それと同じイメージは。もうウルト投げたら終わる。マジでフィジカル依存キャラクターだから、心身最強なんですよね。もう無敵。もう大会も俺これ使ってからやばいもん。マギーってこんなやばいのって言われてたからね、相手に。何もできなかったんだけど、つって。あの、マジで何もできない。ボール投げるタイミングとかちゃんとすれば。強いキャラクターだよ。見てー、死ねる。いるんかーい。素晴らしい。これはね、素晴らしい。なんか俺許されたんだけど。神、ありがとうね、神。こんばんは。よしよし、これで俺無敵になったぞ。反射医療キットを作ろう。俺もね、あれだ、俺コントローラー手離してた俺今。で、オリアンカイバーンってこうすぐに戻した。頭かいてたもんな今。こんばんは、今日も頑張ります。いや、許されたわ。ラッキーラッキー。ヘルメット欲しいな。そうそう、どこからバイトしてんだ。白っか。うん、赤ちゃまさ、マウスク。いやもうサブスク。ありがとうございます。15ヶ月目ってことでね。ありがとうございます。感謝です。ありがとうございます。1年と3ヶ月。ありがとうございます。嬉しいです。おお、パスワインダーが無双してんじゃん。まあ いや、ちょっとこれミスティック開けて、あれしないと勝てねえな、これ。マカーマなんねえから、開けよう。多分これミスティック開けないとまずい。むずかもしれない運転。むずすぎでしょ。そんな気がするっしょ。そうなんだよ。
地を特定。マップに記しておいたよ。おいおめえら、最大レベルだ。みそ大好き、ありがとうございます。俺もね、神になれちゃうよ。ありがとうございます。俺って貫通すんのかな、ちょっと打ってみるか。貫通するわ。いやかもしれない、考えすぎてな、むずいよな本当に。あ、俺はねリボを使ったことによって負けたからな一回。俺は絶対信用しない。なんでこれ45入んで、意味わかんねえだろ。やばいぞ。こいつ待って、やばい。こいつ待って、やばいわ。これ人間じゃねえ。こいつ人間じゃないわ。味方当てんのに俺当たった。あ、こいつ人間じゃねえわ。だからか、打ち方やばいと思ったけど。あ、こいつ人間じゃねえわ。なんだよ。今明らかだわ。あ、こいつおかしい。あー、お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 ー、エンボット。落とされた。メンバー俺最高級品じゃって、マジでこれ強すぎるって。これソラ様、シュンシュンファミリーゴールドということで、メンバーシップありがとうございます。感謝です、ありがとうございます。うわ、やらかした。でも俺通報したわ一瞬にして。俺早すぎて通報できたわ今。今まで鍛え上げられたその通報速度がさ、生きたわ今。相手のシステムを超えたよ今一瞬で。通報速度早すぎていけたわ。やったぜ、通報してやったぜ。いや、プラチナでもうやるんだな、早いな。もうチート使うんだね、早いじゃん。